久保さん、今回、ヘンリー、ヘンリーフォードにしましょうか。フォード車。ティ、フォード T 型みたいな。まあ、車をね、ベルトコンベヤー式で、今までは馬とかね、車がなかったんだけど、車を大衆が買えるぐらいの価格に抑えられた、うん、有名ですよね。ヘンリーフォード、フォード車。フォード T 型っていうね。街中全部フォード T 型みたいな。で、このフォードさんの、僕、名言が好きなんですけど、 未来を考えないものには未来はないと。未来を考えないものに未来はないと。<laughs> 孫さんとね、精通する部分あるんですけどね。うん、なんかその未来を、なんかすごくシンプルでパワフルでいいなと思うんですよね。要はまあね、あの、なんか塾とか教材の話はあの、なんだ、えー、なんかね、ドリアカの話とかしてくれてましたけど、久保さんがね。 要は、未来のことを考えたら、え、これってどうなのっていう話ですよね。うん、だ50、月収何、何 ?10 万円を稼ぎに行くんですかみたいな。仮に、じゃあ、未来月収100万を稼ぎに行くって、なった場合、年間で1200万、3年で3600万、5年で、えー、<laughs> 525、え、5000、5000、あ、6000万ですかうん、年間1200万、5年で6000万、 え、じゃあ6000万です。5年で。じゃあ10年で1億円です。月 <laughs> 収100万ね。それをこう考えて言えば、多分ね、まあ僕はね、ドリアか値上げした理由っていうのは、大学と勝負したいんですよ。っていうかまあ僕自分への挑戦っていうのもあるんですよ。まあ本当は一般的には30万が本当は売りやすいんですけど、 要は、大学って4年で400万ぐらい払うわけじゃないですか。300万とか。専門学校も200万とか払いますよね。多分、専門学校とか大学で120万円の授業料、4年間で120万の授業料の大学って多分ないと思うんですよ。国立でも、多分ね、これデータで出てると思うんですけど、国立の大学。国立の大学授業料。まあ、国立って高い、安いじゃないですか。国のやつなんで。でまあ、でも、頭良くないと入れないですけどね。 国立の4年間は、えー、244万らしいですね。入学金合わせて244万。国立より安いですね。はい、私立だったら400万とか結構まあその私立によって変わってくると思いますけど、国立だとまあ200万超えですよね。まあ、それより安いですから。うん。だから要は、まあ大学入ってどうだったですかと。大学にそれだけの何百万のお金払ってきて今どうなんですかっていうのを僕は言いたいっていうのもあるんですよ。 まあ僕も実際大学行ってきたんですけど、大学は僕の場合はすいません、授業料特待でね、入れたんで、スポーツやってたから。でも一般に入ったら相当高いですからね、大学なんつうのは。うん。で、もしその、仕送りとかもらうんだったらいくらよって話ですよね。うん。まあ僕はまあ家が貧乏だったんで、仕送りなず、仕送りもらわず自分でバイトして、こうやりくりしましたけど、まあ、高いわけですよ。 でその高い授業料払って勉強して今どんな人生を送ってるんですかっていうところを言うためにいやもう一回自分の人生変えるんだったら親に払ってもらうんじゃなくて120万ぐらい自分で払えようというなんかそういう気持ちですよね僕の言いたい気持ちというか伝えたい気持ちっていう親に大抵の人はね親にあのじ大学まで面倒見てもらってると思うんで親が何百万払ってそれでね学業して 今の人生より豊かに生きてるのかと。まあ大抵の人はまああんまじゃないですか。大学行っても。うん。大学行ったからつって収入が高いわけじゃないからね。うん。だからそこは自分で勉強し直すっていうところで、それぐらいはやっぱ大の大人だし、そこら辺はちょっとやってほしいなという気持ちですよ。うん。でも未来のことを考えていれば、多分僕は120万払えると思うんですよ。 うん。と僕は思ってます。だから今後も120万で絶対売ってくるんだけど。うん。まあそういう気持ちはありますよね。でも、でも売ってる人はね、売ってる人が、まあ大学に関しては親が出すっていうところで、で、僕がターゲットしてる人がお金がない人がお金稼ごうとしてるので、まあまあ、ちょっとね、難しい部分はあるんですけどね。<laughs> 金がないから金稼ごうとしてるわけなんで、120万なんかないですよっていう人がほとんどなんで、 まあそこは頑張りますけどね。うん。でもね、今ね、だからその120万頑張って作って、作って頑張ってる人もいますからね。だあの、ドリアカ入学しようと思ってね。頑張って作っ、あの、お金貯めてるみたいな人もいるんで。うん。まあだから高くしたことによって、そう目指すとこですよね。そう目指してもらえるのはありがたいなと思いますね。もし僕のドリアカが1円だったら誰でも入れるし、なんかそういう気持ちになる人は誰一人現れないですよね。うん。 うん、そういう場所、だからなんか場所を作りたいというかね。そういう目指す場所ですよね。しっかりそこで学ぶんだっていう場所を作りたいっていうところですね。まあ大学もそういう場所じゃないですか。勉強する場所みたいな。うん。なんか大体の塾ってノウハウを提供するっていうのはまあ僕の塾もそうなんだけど、なんかノウハウで稼げますよみたいな話じゃないですか。もうもはや場所みたいな。まあドリームアカデミアですから、一応学校なんで、一応ね、コンセプトとしては。うん な感じっすかね。だから未来のことを考えて今何をするのかっていう。うん、未来を考えないものには未来はない。久保さんも未来のことを考えていなければマージャン店ずっとやってたでしょうね。うん、だから未来のことを考えたら多分新しいことをやったんでしょうね。この先マージャン店ちょっと先ないな、みたいな。 <laughs> このままやってたら俺ちょっとやべえなみたいな未来のことを考えたんでしょうね。考えてなかったらマージャン店ずっとやってるでしょうね。何も考えなかったらずっとサラリーマンやるだろうし。ら考えてない。転職もしないじゃないですか。なんか考え、未来のことを考えるから転職するだろうし。うん。なんか考え、なんかそこになんかあるから、なんか新しい行動すると思うんですよね。うん、はい。いってらっしゃい。